全日本空手選手権 KF1 クラス第3戦さあ隊列がゆっくりとしたスピードで今最終コーナーメインストレート戻ってまいりました。シングルが消えて今レーススタートしていくインナーのライン、清原そして山下もそのままペースにビタリとついていった、2番手スタートの石山はちょっとその後方4番手あたりでしょうか。さあ4コーナーのインナーのラインを取ってさあこれはポールポジションを清原ここは守っていきました。4コーナー最初の飛び込みというところは、まあ、ここはもう今ここは完全に、ね、インナーのラインを取って潰していったという形ですね。清原そしてそれを追いかけていった山下現在2番手を走行中。おっとそしてゼッケン2番も止まっているようですね。井上でしょうか。あ今ゼッケン2番マシンをコースに復帰させているようです。最終コーナーオープニングラップ。さあそしてゼッケン23のマシンも今白岩のマシンですね5コーナーからさあ復帰していきました。最初の決勝レースとなったこの KF1 クラスまずはそのオープニングもう白熱したそのオープニングラップの4コーナーという形になりましたがさあその後方まずはその清原がその後方に対してぐーっと感覚を引き離していこうというところ山下恭平それを追いかけて単独2番手おーっとし3番手あたりは今7コーナーあたりでの非常にこうつばぜり合いというような形でいやもうこれワンミス本当に順位ぐーんと落としてしまいますね。さあ S 字のあたりでも白熱したバトルになっている、まあ、ワンミスするとあと行くとこないそうすると加速が伸びないということで各ドライバーがもう本当に必死でランクしているというような形になっていますね。今の状況で中森3番手上がって勝又4番手川端5番手6番手石山という形そして高星そしてティング8番手9番手堀小島大作10番手という形になってまいりました。そして最後方からスタートしている、地元の遠藤武は17番手まで上がってきているというところさあその今遠藤あたりですかね今7コーナーあたりも飛び込んでいったんですけれどもさあこの後徐々にさあやはりかなりその接近戦の中で、ライン行き場を失ってねちょっと外が出るマシンとか出てきているようですね。さあそして今トップの2台4コーナーをクリアしていくところさあこのトップの2台はもうおそらく心理戦でワンチャンスというところを狙っていくんでしょうね。まずはそのトップの2台そしてその後方は3番手争いの2台という形になります。ゼッケン15の中森に対して勝田高本そしてその後方からは、高星と石山です。石山も2番手スタートだったんですけどちょっと前が離れてしまいました。ちょっと前が離れている。さあ28周のその決勝レース現在レースの方は4周目から5周目に入りました。さあそして今4コーナーで勝田が中森の間に入っていったような形になりましたね。そして順位を1つ上げていきました。勝田3番手に上がっています。さあそしてトップ争いは最終コーナーに向けて2台のマシンさあトップ争い今最終コーナーからかなり低迷の状況になってきた。勝田3番手そして高星4番手石山5番手に上がっています。中森6番手ドロップダウン小島そして川端ティン9番手10番手堀という形。トップ争いの2台はねこれつかず離れずでねワンチャンス狙ってるんですね。本当に1つのチャンスだけでいいというところでおそらくそのタイヤのライフそういったところも考えつつまずは序盤戦6周目に入っていく。さあそしてあとはその高星あたりですかねこのあたりの勝田高星あたりがどこまでその前を追いかけきれるかというところになります。さあ清原山下のはベストラップを更新していく。勝田そして高星石山5番手中森6番手さあしかしこのトップ争いの2台もまだここでは来ないだろうとお互いこれ分かり合っているような形でさあ3番手争いの方が白熱してまいりました。勝田に対して高星さあ6コーナーから7コーナーに向けてさあ7コーナーのそのブルーのマシンが今3番手の勝田そして高星4番手さあ Z コーナーを立ち上がって3番手以降のこの2台から3台に膨れ上がる石山も今5番手のこの前の2台をこうかなり追いかけているというような状況になってまいりましたね。石山もですね予選ヒート
はそのさあそして今ここでズバッと入っていった高星、ここまだ行かないだろうと思ってたんですね。3番手の勝田に対して高星4番手、4コーナーにズバッと入ってまいりました。さあ今ここはもうありがとうというような形で若干手を上げていきましたね。だいたいこのカートのドライバーの場合にまあ無茶というかちょっとリスキーな走りをしたときに相手もそれ気づいてくれたというところで手を上げていく場合が多いんですね。ですので今その高星も勝さんに対してありがとうというような形で6コーナーからのところでちょっと手を上げていきました。さあそしてしかし今度は勝田はそれに対していえいえどういたしましてと言っている場合ではない。石山も後ろから来ている、石山も後ろから来ています。さあ4コーナーを立ち上がっていく。さあこの3番手から4番手あたり勝田のペースは今度はちょっと上がらないというような状況になってきたのか。さあその間に前を行く山下、清原山下あたりは、38秒7というところ順調なペースでその後方を離してきているんですが、その3番手以降は2秒4の差となりました。2秒4の差。さあトップ争いの2台が今1コーナー、まだこれもねつかずはまるんですね。お互い無茶しないというところですね。3番手以降がおそらくこれ来ないだろうと踏んでるんで無茶してお互いブロックし始めると後ろについてきちゃうんでここの部分は冷静にいこうというふうにお互い思ってるんでしょうね。清原翔太そして山下恭平そして高星が今3番手争いの前にいるというところですね。そしてその後方の勝田に対して石山は近づこうというところなんですがなかなか近づいてきません。さあそしてその後方も6番手以降ですか小島あたりのこのあたりもすごい白熱したバトルになっています。おっとそしてゼッケン18のこれペースが上がらなくなって今止まりますね。三村宗太郎でしょうか。1コーナー手前でマシンを止めます。ゼッケン18、三村がマシンを1コーナー手前で止めました。これチェーンあたりですね。さあその間にトップは8コーナーから SG へと向かっていく、ここは本当に等間隔ですね。そして現在その高星3番手、単独の3番手になっている。そして勝田が今それを石山からのその追撃をなんとかしのごうというところになってきているんですね。石山にしてもこれ早く抜いて前に行きたいところもあるんですけどもそうじゃないとこれ前のペースが速すぎるんで前の2台がちょっと離れていっちゃうんですね。さあ4コーナーのラインはゼッケン12のこれは小島でしょうか。小島が今そこでさあここでやり合ってますね。つばぜり合いその後方はティンでしょうか。そして前を行くのがゼッケン15の中森ですね。中森小島ティンこの辺りの7コーナーあたりのバトルという形になっている。いやー7コーナーもワンミスでアウトが振っちゃうともう加速しないですね。8コーナーまでね一気にドロップダウンという形になってまいります。さあトップ2台1コーナーそして3番手争い高星勝田そして石山。さあラップタイムはねもう清原山下のペースもこれほとんど変わっていないですね。あとは石山もこれなんとか勝田をかわしていきたい、まあ、勝田にしてみればここを4番手で本当はいいわけないんで前行きたいんですけども後ろの石山もね厳しいですね。これねここを来ていると前 の、 高星に対してちょっとプレッシャー与えるところにならない。現在単独で高星3番手を走行中という形になっています。最終コーナー立ち上がって13周目から14周目に入っていく清原山下のトップ争い。さあそして石山が今その勝田に対してテールのナロメイン、ここまだちょっと遠いですね。4コーナーブルーのマシン現在4番手を走行中の勝田に対して白とグリーンの石山がなんとか襲いかかろうというんですけれどもちょっと入りきれません。ちょっと入りきれません。さあトップ2台は38秒6というペース。ファーストストラップはゼッケン24の石山ですね、7周目に記録しています。現在5番手走行中の石山がファーストスト38秒595。さあその石山さあその前のブルーのマシンの勝田さあトップの2台は今7コーナー。さあそしてその後ろ高星そしてブルーのマシンの勝田それを追いかける石山です。さあ最終
コーナーから立ち上がっていくのは清原、そして山下、高星、初田、そして石山です。さあ、そしてどこら辺でいくんでしょうね。これね、KF1 クラスは28周の決勝です。現在16周中盤というところに来て、さあ、あとは仕掛けるポイントというところがね、難しくなってまいりました。トップ争いもね、ほんとつかず離れて、先ほどからコンマ2秒差というところをずっとお互い神経戦というよりはね、一緒に引き離しにかかるのかと思ってたんですけども、それでもここで今清原、トップの清原38秒651、ペースをちょっと上げました。さあ、そして今トップ争いのこの2台ですが、清原はちょっとペースを上げてくる、38秒651、ベストアップ更新していく。その差はコンマ3秒差、トップ2番手の差はコンマ3秒差、そして現在単独の高星ですけれども38秒7なんですね。ちょっと前もね、追いかけきれてないですね。4番手勝さんに対して石山もプレッシャーかけ続けていくんですけども、同じようなラップタイムで石山もちょっと勝さんを攻略するというところはちょっと遠い。いや、今も清原38秒74、山下38秒77、高星38秒77、勝田38秒77、こんなあたりで行ってますね今ね。さあ、トップ2台6コーナー、さあ、そしてこのずっと同じ間隔ですね、ずっと同じ間隔、18周目、清原翔太、それを追いかけて、まあ、このタイヤライフもどうかというところはあったんですけども、まだラップタイムペースに大きく落ちてきてはいないですね。ベストラップ38秒6に対して38秒7で今トップの清原走行していますから、まだそのタイヤライフでというところはまだない。さあ、18周目から19周目に入って残り10周を切りました。残り10周を切ってきた。さあ、後半戦に入っていこうというところ。さあ、タイヤライフはどうだ。さあ、5コーナーの立ち上がりで若干ですが、今石山がその勝田に対してちょっとプレッシャーをかけるようにアウト側にマシンを振った。この辺りはね、4番手と5番手、さあ、そしてその勝田に対して、さあ、石山今メインストレートをスリップにつこうというところ。さあ、トップの2台は、まあ、かなり今度は接近してきました。かなり接近してきた。さあ、6コーナーから7コーナー、低速コーナーではかなり接近してくるんですね。ですので後ろの山下にしてみても、ここのコース、おそらくアベレージスピードが高いんで、通常走行の部分では差が開いてるんですね。で、ブレーキング その低速コーナーでグーンと近づくんで、ここ無茶できないんですけどね、入りたくなるんですね。ここは冷静に行くべきですね。清原対山下のトップ争いは今1コーナー、そして高星単独、そして勝田、石山と続きます。さあ、そしてその、今そのここもね、ずっとその勝田に対して石山もプレッシャーかけ続けるんですけれども、勝田もね、なかなかその隙見せないんですね。入ってきそうなところ、若干インガーのラインでラインを潰していく。ここはね、ちょっとまだその後ろから行く石山も勢いというところまではまだなくて、ずっと全力でそのプレッシャーかけ続けるというところですから、なかなかそこは難しいような状況になっています。さあ、現在ポールポジションからスタートした清原翔太、清原が今トップで今5コーナー、後方の山下もね、なかなかその詰めていけないですね。さあ、そして単独3番手の高星、そして勝田対石山のバトルは4番手争い。さあ、今7コーナーのラインも勝田がインガーのライン取っていくんですね。8コーナーからずっとこう上がっていくところで、勝田がそのインガーのライン取っていく。さあ、そして9コーナー S 字入っていった石山。
Thank you.